消しゴムハンコを作って、アジサイの花を描きましょう。まず、消しゴムを正方形に切ります。物差しに鉛筆を塗り、消しゴムの真ん中に十字の線を入れます。カッターナイフの刃を長く出して、線のすぐ横から斜めに切り込みを入れます。反対側も同じようにして線を切り取ります。もう一本の線も同じようにして切り取ります。これで花びらが4枚の消しゴムハンコができました。トレイやパレットなど平たいものに絵の具を出し、少し水を足して消しゴムハンコになじませます。少し重ねながら塊状に押していけば、アジサイの花のように見えます。綿棒の先に絵の具をつけ、花の真ん中に押していけば、アジサイの花の出来上がりです。葉っぱは鉛筆で薄く下書きをして、緑に黄緑や青を混ぜながら塗っていきます。1枚目はできるだけ本物っぽく描いてみました。鉛筆で大体の輪郭を描き、先に葉っぱを塗ってから、アジサイのスタンプを押す方法もあります。残った絵の具をトレイの縁につけ、スタンプ代わりにして押し付けると雨の線になります。最初に押した線に、だいたい平行になるように押すと雨らしく見えます。折り紙で作ったカタツムリを貼って色紙にまとめてみました。スタンプを1個作っておけば色を変えたり大きな紙に押したりしていろいろなアレンジを楽しむことができます。